すみません、急いでいるので失礼します。失礼。社長、まだいらしていない例のお客様ですが、先ほどようやく連絡が取れました。後ほどエントランスでお迎えする予定です。これまで出席をためらわれていた方々についても、今回はどうにかお越しいただけました。皆様には現在VIPルームでお待ちいただいております。今からお会いになられますか？渡辺、私は今大事なお客様と話をしているんだ。後にしてくれ。すみません、それは大変失礼をいたしました。お邪魔をしてしまい大変申し訳ございません。では他のお客様につきましては私の方からご案内させていただきます。お客様を待たせてしまっているようでしたら、僕は先に失礼しますよ。いえいえ、お気になさらず。あちらはただの競合他社の方々ですから。いや、本当、彼らを招待するのには骨が折れましたよ。なので、そんな偏屈な方々の対応をするよりも、私は森月先生とお話ししていたいのです。それはありがたいお言葉です。若島さんに心地のいいひとときを過ごしていただくことは僕の役目でもありますからね。ここにいたの？お父さんがお客さんたちの相手をしてるうちに早く踊ってこようよ。しっ、あや、社長がすぐそこにいるんだぞ。ここにメインホールにいるんじゃなかったの？どうやらあの森月先生が社長をここに連れてきたみたいなんだ。へえ、変な人。何もこんな狭いとこで話さなくたっていいのに。ちょ、あや、聞こえたらどうするんだよ。聞こえたら聞こえたで別にいいでしょ。よく考えたらここにいること自体は別に普通だし。
いいか、あや。世の中はそう甘くないんだ。うまくやっていきたいのなら、自分の言動には常に気をつけていかないとダメだ。あやの意見はともかく、大事な話をしているときに一度下がれと命じた私と自分の娘が一緒になって出てきたら、社長の面目が立たないだろう。結局は私が悪いって言うの？お父さんのメンツが立たないとか、会社の顔に傷がつくとか、よその人間に言われるならまだしも、ゆうちゃんにまでそんなこと言われるなんて。ゆうちゃんはやっぱり変わっちゃったね。会社に入ってお父さんの秘書になってからは特にそう。余計なこと言うなとか、お嬢様らしく振る舞えとか、ゆうちゃんまで私を意思のない人形みたいに扱うの。せめてゆうちゃんの前だけでは自分らしくいたかったのに。あや、少し目を離しただけでこんなことになるなんてね。やはりあなたを放っておくことはできないようだ。それはこっちのセリフだよ。それより、どこか痛いところはないかい？渡辺、これは何の騒ぎだ？申し訳ございません、若島社長。今すぐにお嬢様を探してまいります。すまない、娘が迷惑をかけたようだな。いえ、僕は大丈夫です。それよりも彼女、僕の友人がこの場に居合わせてしまったようで。
テミス法律事務所の方ですね。お噂は彼がね伺っております。お怪我はないですか？テミス法律事務所の方ですね。お噂は彼がね伺っております。お怪我はないですか？ありがとう。実は先ほど森月先生からあなたの話を伺ったばかりでね。テミス法律事務所といえば最近では特に活躍が目覚ましく、勝訴の案件もメディアに大々的に取り上げられている。今日はそんなテミスの先生にお会いできてとても光栄ですよ。そういえば先生、テミスさんとの業務提携の件ですが、そちらは秘書の渡辺に任せておりますので、詳細については彼を訪ねていただけますか？勝手なお話で申し訳ありませんが、これからもどうかよろしくお願いいたします。おめでとう。無事今晩の任務を果たしたね。違ったかい？あなたのことだからきっと仕事絡みでもない限りこんなパーティーには出席しないと思ったけれど。僕は講師としてこの会社の EAP セラピスト養成研修に参加したことがあってね。今回はビジネスパートナーとして招待されたんだ。メインホールではパーティーの主役を見つけるのも大変だろうからね。そのまさかだよ。主催者と接触したい。ここに来る人たちの目的は大体みんな同じだろうからね。そんな誰しもが欲しがる特権を持っているなら、僕はあなたのために使ってあげたかったんだ。余計なお世話だったかな。上辺では平和に見えていても、水面下では常に何かがうごめいている。この嘘であふれかえった空間で、誰しもが仮面をかぶり、相手の望むセリフを口にし、その場しのぎの演技を繰り返す。
やっぱりあなたを一人にしてはいけないね。今晩の任務も終わったことだし、よければ僕が今から君をエスコートしてもいいかな。お礼ならいらないよ。僕があなたを助けたかった、それだけだから。それよりあなたは何かやってみたいことはないかい？今夜はいろいろとイベントが用意されてるみたいだけど。ダンスは若島さんの趣味らしいね。前に海外留学の話をしていた時、彼は楽しそうにダンスの話をしてくれたよ。そうだね、社交ダンスでよければ僕でも踊れるよ。もし興味があればだけど、僕と一緒に一曲踊ってもらえないかな。あなたが少しでも踊りたいと思うのであれば、僕がいくらでも教えてあげるよ。だから心配しないで。うん、喜んで。美しいお嬢さん、よければ僕と一曲踊っていただけませんか？あの、そこのお方、よければ次のダンス、私と一緒に踊っていただけませんか？私の誘い受けてくれますよね？男性は女性からの誘いを断ってはいけない。それが今回のダンスマナーですから。すみません、ちょっと通してください。
森月先生、ご迷惑をおかけして本当に申し訳ございません。あとはこちらで対応しますので、お気を悪くさせてしまい大変失礼いたしました。私はもうすでに森月先生を誘ったのです。だから誰が止めようと彼には断る権利なんてないはずです。ダンスのマナーをご存じないのであれば最初から参加しないでいただきたいですね。できることなら今夜はあなただけのパートナーでありたかったけど、あなたがそう望むのであれば答えないわけにはいかないね。そのお誘い慎んでお受けいたしましょう。戻りたくないのであれば無理をする必要はありませんよ。そんなことないわよ。彼のことが頭から離れないのならいっそのこと今からでも誘えばいい。そんなこと。僕は精神科医ですから。先ほどは申し訳ありませんでした。すべての非礼は私の独断で行ったものなので、お父さんや会社のことは悪く思わないであげてください。わかりませんね。ご自身の一挙一動がお父上と会社に影響を与えると知っていながら、あなたはどうしてあのようなことを。私が他の男を誘ったら彼はどんな表情をするんだろうって気になって、もし彼が全く動じず私を引き止めようともしなければ、彼は他のみんなと同じで、私のことなんて所詮は会社の人形、お飾りの存在、あるいは出世の道具くらいにしか思っていない、という証明になります。若島さんの不満も理解できますが、誰かに当たり散らすだけではその鬱憤は何も改善されませんよ。肝心な問題を解決するためには何よりもまず彼の心を確かめるしかありません。その方法ならいくつもありますが、どうしますか。あなたが望むのであれば私も協力を惜しみませんが。協力？
どうやって？大学卒業後、私はこの会社に就職しました。いつか、実力で社長に認めてもらうために。アヤはいつも言ってました。衣食住に困らない暮らしをしているけど、本当は自由なんかないし、楽しくもないって。はい、社長のようになれればきっとアヤを幸せにしてあげられる。ですが、いくら頑張っても社長には満足していただけないし、完璧な計画を立てたつもりでも結局は漏れが発覚してしまう。もしかすると私とアヤの関係がバレていて、それで難癖をつけてきているんじゃないかって。最近はそんなことまで考えてしまうようになって。初めて会った時、アヤは自分の一番好きな話はシンデレラだってクラスのみんなに話してました。けどそんなのはもう古臭いと、彼女はみんなに笑われてしまいましてね。そこへ私が助けに入ったことで、彼女は私の後ろについてくるようになりました。しかも彼女はあのガラスの靴が一番欲しいものなんだって教えてくれました。それで僕も絶対プレゼントするねなんて息巻いちゃって。だというのに、私はいくら頑張っても社長に認めてもらえないし、それどころか社長を失望させるようなことばかり起きて。それならもういっそ彼女たちの前からいなくなった方がいい。そうすれば誰も傷つけずに済む。実は今晩のパーティーが終わったら、私は退職届を出す予定なんです。向き合うですか？直接聞く？これが先生のアドバイスですか？あなたはシンデレラが好きだとおっしゃいましたが、であれば一般人であるシンデレラが王子の前で身分を明かさないこともご存知ですよね。
そしてもし王子が周りの目など気にせず自分と踊った彼女のことを本気で知ろうとしていれば、ガラスの靴なんかを頼りにわざわざシンデレラを探す必要もなかった。つまり私がもっと積極的になった方がいいということですか？若島さんのために彼はあなたと同じ大学に進学し、卒業と同時にあなたのお父さんの会社に就職して、難癖をつけられながらも頑張ってきた。彼はここまでしてきたのに、あなたはお父さんに彼を紹介することさえためらっている。彼の実力ではあなたとは釣り合わないとでも思っているのですか？違います。ゆうちゃんは努力家だし才能もあります。彼より優秀な人を私は他に見たことがありません。であれば答えは簡単なはずですよ。心が決まったのであれば、あとは行動に移すのみです。失ってからでは、いくら悔やもうと、もう手遅れですからね。もう逃げたりしないよ、アヤ。もしもし、渡辺です。そんな、ゆうちゃん、何かあったの？なんか言ってよ。一体何があったっていうの？あや、今回ばかりは本当にクビにされるかもしれない。え？パーティーのために招待していたリードダンサーが交通事故に遭って来れなくなったそうだ。社長のたっての希望だったダンスタイム、それが中止になるかもしれない。社長のたっての希望だったダンスタイム、それが中止になるかもしれない。お父さんが私と一緒に踊りたいって言ってたダンスは、確かお父さんが直接選んだ曲で、生前のお母さんが一番好きだった曲なんです。確かにこのタイミングで中止になったらきっとがっかりしちゃうと思うんです。だけど事故の対応をしなければいけない以上、予備案を考えてる余裕なんて。どうしてよりにもよってこのタイミングなんだ。
はい。今回のパーティーを締めくくるダンスはウィンナ・ワルツといって、比較的難しいダンスになるのでプロの方が必要なんです。それにリードがいないとゲストたちも参加しづらくなりますから、結果的に会場の雰囲気が冷めてしまうかもしれません。そうでなくても、ウィンナ・ワルツはお父さんとお母さんが知り合うきっかけになった曲なので、二人にとっては特別なダンスなんです。私もお父さんもダンスが上手いわけじゃないけど、お父さんが踊りたいというのなら、その願いを叶えてあげたいです。ですが、やはりウィンナ・ワルツは比較的難しいダンスになります。このような場であればなおのこと、プロの方に依頼された方がいいでしょうね。それに僕個人としても、あまり関係のない人を巻き込むのはどうかと思いますから。どうかした？やっぱり助けてあげたいのかい？一族と会社のメンツに関わることだからこそ、自力で解決すべきだと思うけどね。それに僕たちは十分に彼らを助けてきたよ。森月先生、どうか助けてください。助けていただけるのであれば、どんな代価でもお支払いしますので。私からもお願いします。ご無礼をどうかお許しください。助けていただけるのであれば、どんな条件でも受け入れますので。それは本当かい？僕が彼らを助けると言ったら、あなたは僕のパートナーになってくれるのかい？それなら心配いらないよ。僕が最初から最後までちゃんと教えてあげるから。お二人は仲がいいんですね。本当に助かります。ではお二人が少しでもスムーズに入場できるよう、こちらもあらゆる手配を済ませておきます。私も気づかれないよう、しっかりとお父さんを誘導しておきますね。ではよろしくお願いいたします。
それじゃ僕らも行こうか。あなたが思うほど複雑なダンスではないよ。ほとんどの動きは単純だし、特別なスキルも必要ない。ただ曲のテンポが速いだけさ。言ってしまえば普通の社交ダンスと同じで、小節ごとに3拍子があって、それに合わせて3ステップを踊るだけだよ。ええ、その基本さえ押さえていれば、二人がテンポよく回転するだけでもそれっぽく踊っているように見えるんだ。今回については時間も限られているし、あなたも初心者だから、ひとまずは簡略化したステップから教えるよ。とはいえ、あなたの能力であれば普通のステップでも問題ないとは思うけどね。緊張しないで、僕がリードするから。大丈夫？どこか忘れてしまったかい？うん、次からはもう少しスピードを上げて本番のスピードに近づけてみようか。もし疲労が溜まってきたら、無理せずちゃんと僕に教えるように。いいね？危ない。すまないね、僕の気が早すぎたようだ。少しだけスピードを落として、もう一度最初からチャレンジしてみようか。それは良かった。なら少しだけ休憩を挟んで、その後で本番の練習をしてみようか。
その昔、僕がまだ海外にいた頃かな。あの頃はこの手の宴会にもよく参加していてね。社交ダンスは必須スキルだったんだ。僕にダンスを教えてくれた家庭教師は厳しい人で、いろんな種類のダンスを覚えさせられたよ。だからダンスに関しては確かに僕は少しだけ詳しいし、得意だと言えるね。ただそうだとしても、このような宴会で踊るのは好きじゃないかな。ダンスを楽しむ舞踏会とは違って、ビジネスという側面が強い宴会はどこも嘘と偽りで満ちているからね。誰もが相手を利用するために近づき、取り繕った笑顔を浮かべながら親睦を深めるためのダンスを踊る、そんな舞踏会をあなたは想像できますか？もちろん、そんな宴会への出席を拒絶したこともあるよ。けれど結果は、あなたにも想像できるでしょ？でも、それは過ぎ去りし過去の話。今の僕はもう選択する権利を有している。そしてそれは、社会がごく少数の人間にのみ与えるものだ。そんな可否を選択する権利を得た以上、僕が宴会というものに幻想を抱くことはもう二度とないだろうね。ええ、カゴから逃げ出そうとするカナリアが一体どこまで飛べるのか見てみたかったんだ。僕の故郷では彼らのようなカップルは悲惨な結末を迎えることが多い。権力、愛、自由、まだ世の中の残酷さを知らない彼らにとって、これらはただの高望みに過ぎない。精神も心もまだ弱いというのに、彼らは世間のルールに背こうとしている。正直、彼らの未来について僕は悲観的なんだ。彼らを助けたのはあなたが僕のダンスのパートナーになってくれると、そう約束してくれたからだよ。もし仮に、あなたのためにルールを変えようとする人間が現れたとしたら、あなたはどうする？気にしないで。ただの冗談だよ。さあ、練習を再開しようか。あなたは飲み込みが早いからね。
もうちょっとだけ練習すればきっとすぐに踊れるようになるよ。そういえば、そろそろダンスの時間かな。お父さん、そんなに急がなくてもいいでしょ。それに私、あの難しいダンスを踊る心の準備、まだできてないんだよね。わかったよ。なら綾乃の準備ができてから渡辺にリードダンサーを呼んでもらうとしよう。うん、ありがとうお父さん。私も年を取ったし、本来ならもう少し若者を頼るべきなんだがな。雄一君はいい子だ。お父さん。綾乃は小さい頃からずっと雄一君と一緒にいたんだ。父さんが二人のことをわからないとでも思ったのか。彼はいい子だ。努力家で才能もあるし、その上性格まで優しい。ただ彼はまだまだ若い。いろいろと鍛えてあげないといけない。綾乃は父さんの大事な娘だ。そう簡単に彼に託すわけにはいかない。今まで任せてきた無理難題や今日のリードダンサーの件も、すべては父さんが彼に与えた試練だ。試練？まさかダンサーの方が事故に遭ったっていうのは。ああ、その方なら無事だ。この演出された緊急事態を前に、雄一君がどう対応するのか、私はそれが見てみたかったんだ。だがどう取り繕おうと、私が娘の恋人をわざと困らせたことに変わりはない。こんな父さんだ、綾乃も嫌いになっただろう。そんなことないよ。私だってお父さんの気持ちを理解せず、意地を張って彼と喧嘩しちゃったから。だけど人生の岐路に立ったその時は、私はやっぱり自分の手で選択したい。たとえそれが間違いだとしても、それこそが私の人生だから。自分で成功や失敗を経験してこそ、人は初めて成長できる。お父さんもそう思わない？だからお父さん、今回ばかりは私に選ばせて。ああ、綾乃は私の娘だからな。きっと正しい選択ができると信じている。今晩のことに関しても君たちはしっかりと対応策を用意したのだろう。その成果を私に見せてくれ。
リードダンサーを入場させてください。緊張するかい？僕を信じてくれてありがとう。安心して、あなたならきっとうまくできるから。僕がいるから、あなたは思う存分ダンスを楽しむといいよ。きっとここにいる全員があなたのステップに導かれるだろうね。あなたこそ今夜の主役だ。ほら、ゆういちくんと踊ってきなさい。今日のパーティーの成功はほとんど彼のおかげなんだから。でもお父さんはどうするの？父さんは隣で見守っているよ。綾乃が踊る姿、きっとお母さんに似ているんだろうな。行きなさい。雄一君が待っているぞ。あなたのパートナーは僕だ。よそ見をされるなんて少し心外かな。なるほどね。でも僕たちの方がよっぽど羨まれると思うけど。今この時だけは僕から目をそらさないで。上手だ。やっぱりあなたには才能があるね。まだ力が入っているみたいだね。安心して。何もかも僕に委ねてごらん。
あともう少しだね。疲れてないかい？何が起こってもどうか忘れないで。僕があなたの隣にいるということ、これで最後だね。今度こそ僕に全てを預けてくれるかな。これで最後だね。今度こそ僕に全てを預けてくれるかな。怖がらないで。あなたと踊った今宵のダンスは、僕が今まで経験したどんなダンスよりも完璧なものだったよ。目を開けるのが怖い？心配しなくても、あなたの踊りは完璧だったよ。
その顔は。金の音が鳴って僕がいなくなるとでも思ったのかな。ふと思ったんだけど、消えない魔法は実在するかもしれないね。終わりを告げる0時の鐘は鳴ったけど、この夜を彩る美しさは何一つ消えたりはしなかった。だからパーティーの消えない魔法の存在くらいなら認めてみるのもいいかもしれないね。うん、ガラスの靴も無事でよかった。どういたしまして。というより、僕の方こそあなたと踊れて今夜はとても楽しかったよ。僕でよければいつでもあなたの専属教師になってあげるよ。次に踊るときはただダンスを楽しむための舞踏会だといいね。上辺では平和に見えていても、水面下では常に何かがうごめいている。この嘘であふれ返った空間で、誰しもが仮面をかぶり、相手の望むセリフを口にし、その場しのぎの演技を繰り返す。ダンスを楽しむ舞踏会とは違って、ビジネスという側面が強い宴会はどこも嘘と偽りで満ちているからね。誰もが相手を利用するために近づき、取り繕った笑顔を浮かべながら親睦を深めるためのダンスを踊る、そんな舞踏会をあなたは想像できますか？もちろん。どうしてそんなことを？僕の誕生日なんだ。そんな顔しなくていいよ。確かにあまり楽しくない誕生日だったけど、それも昔のことだから。今？
今の誕生日は。あの家を出た後、僕は誕生日を祝うという習慣が抜け落ちてしまってね。ならそうしようか。でもその前に、僕からも一つお願いがあるんだ。これからの先の舞踏会でも、ずっと僕のパートナーでいてくれないかな。